ジムニーシエラで最北端を目指す旅。ああ、やっぱ滑る。とにかく滑る、怖っ。おっと、そして初めての圧雪ワインディングに挑みます。まあ何はともあれ始まりやーい。すごい位置に、何あれ、カモシカ、シカかな、すごい位置にいた。おーい、これ見て、全部ほら超高い位置にシカさんがいます。餌があるんかな、すげー。奥の方がね、なんすかあれ、霧、霧が立ち上ってて真っ白にふわーってなってます。かっちょいい。あ、海なのかなあれ、え、雲、ここはどこ、雲か、すごっ。海、山、ジムニー、道と、こんな景色がずっと続いております。こっちも山、除雪機抜かして、抜かさせていただきます。ちょっとね、脇道に入ってみようと思います。飽きてきちゃいました、単調すぎて。ここまでしか除雪が入ってないってことなんですね。前のトラックはですね、雪を運搬しているトラックです。いやー、ほんと無知ですいません。雪をああやってダンプカーで運ぶっていう習慣があるの知りませんでした。いやー、すごいなー、本当にああやってラッセル車でかき上げて、それをそのまま直接ダンプの荷台に乗せてるんですね。2台1組になってゆっくり動きながらやってます。で、ラッセル車が入れた雪を積んだダンプが、専用のね、雪捨て場があるんですよね。そこに持っていくっていうところです。いやー、こりゃでも雪排除のコストとか大変っすね。まあ、すごい。いやー、ショベルカーでもやってますね。で、この左に見えるのが雪の排雪所っていうんです、言うんですかね。ここにダンプが入ってって雪を捨てていきます。いやー、私なんかは夏の北海道でウェイとかって言ってますけど、こりゃ冬の北海道暮らしてる人はなかなかイージーではないですね。その分春が来たら気持ちよかったりするのかな。ここはパーキングシェルターというところです。今は大丈夫ですけど、吹雪とかあった場合にはここで一時退避するっていう場所です。いやー、夏にこのシェルターを見たことありましたけど、こうやって雪の時期に見ると、結構重いですね。雪の怖さがわかるっていうか。セルフスタンドなんですけど、雪よけのカバーがついてるんですね。いろんなことが、知らないことばかり。洗車しました。綺麗になりました。セコマの前でした。稚内の市街地です。そして間もなく見えるのが日本
で、最も北にあるすき家です。いや前回ここで買って食ったな。これです。これが日本最北のすき家です。おー、ありました。道民院です。網走で道民院に入って助かって以来大好きになっちゃいました、道民院が。大丈夫？いや、珍しいな、珍しいなと思って、うん、なんかすごそうですよ。一泊ね、6800円で激安なのに、ほら、入り口別室があって、広っ！すっごい広い。わ、すごい景色。あっち、海が見えます。いや、テーブルめちゃ長。まこちわ、割と張りがあった。固め、赤身です。ただ、行きは良さそうです。いや、今、到着したのは午後4時半です。朝6時 ?6 時半ぐらいに出たから10時間ぐらいか。ご飯の時間とかをまあ差し引いてもまあ9時間ぐらい運転してましたね。さすがに疲れました。いや、雪道が答えたっすね、やっぱりね。三国峠の。稚内の町でご飯を食べようと思います。頑張ります。微味でした。そして雪が舞ってきました。明日ね、なんかね、天気悪いみたいなんですよね。景色が見える感じだといいんですけど。そしてここは日本最北端の駅、稚内駅です。イルミネーション綺麗。いやー、西園寺さんの動画で何回も見てましたよ。はい、稚内ステーションと。あ、すごい綺麗ですね。綺麗なんだけど、こっち行ってみます。違う、あ、こっちにあった、こっちだった。これがね、今マイナス 0.5 度、アマチャンスね、日本最北端とはいえ。これです、これ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 、これが日本最北端の線路。かつてはここまで来てたらしいんですよね、線路がね。だから本当にここが一番最北端の場所でした。はい、雪の町はどこもいいね。シーンとしてる感じがいいっす。いや、日本最北端の町っていうとなんかね、荒涼たる感じみたいなイメージするかもしれませんが、ここね、めちゃくちゃ栄えてます。駅の方よりももうちょっとね、宗谷岬側に行くといろんなチェーン店で溢れてます。すごい活気がある街です。おはようございます。朝風呂浴びてきたんですけどね、いや、マジそれが最高で、露天風呂なんですよ。10階の露天風呂でこの景色が見えるんです。で、その風呂自体もすごいんですけど、そのね、露天風呂のスペース、雪が積もってんすよ。雪が積もってる中で風呂に浸かって、で、浸かってると頭の部分だけ超寒くて、風がビュンビュン吹いてて、最高です。またしても。ああ、ここは、ああ、こんなに最高なんて、俺、死んだのかな？と思いました。で、しかもね、風呂上がりには、ピルクル、無料です。これ夜入るとね、夜アイス無料なんです。で、しかも、道民院って夜全員にですね、無料で醤油ラーメンが振る舞われるんです。いや、マジで。道民院の子になりたいです。ちょっとね、稚内名物の防波堤というところに行ってみたいと思います。防波堤です。雪ががっつり降ってきてます。今回初めてですね、天候が悪くなったのはなんですが、不謹慎かもしれませんが、雪。ありがたい、かっこいい、最高です。北海道ペー。いや、皆さんにとっては耳たこかもしれませんが、非常に路面が滑りやすいので、このように長靴履いてきました。本当はね、スノーブーツの方がいいんでしょうけど、まあちょっとだけだったら大丈夫でしょう。すっごいでかい、待て、あ、こけた。ダメだ、やっぱスノーブーツじゃないからグリップがこんなんですもんね。こんなんじゃ滑るな、気をつけよう。ルモイに続いてここも滑るんでしょうか、やってみます。あ、でもね、変な表現だけど、こっちの氷はグリップが高い、ミューが高い、つまり全体の気温が低いので溶けてないってことですね。こういう路面だったら走りやすいと思う。
ということがなんとなくだんだん分かってきました。なんかこの車ね、安全パトロール車なんだって。でも可愛いこのマーク、ほら、タロジロ。確かにあのタロとジロだったら安全を見守ってくれそうですもんね。そしてね、北海道意外に多いのがクラウンのセダンなんですよ。 FR セダン、みんなスタッドレスとか履いてギャンギャンに走ってます。なんでこんなに多いんだろう。あー、そして見えました、これです。でで、いや、ちょっと想像より規模がでかい。すごいね、すごいね。いや、だってほら、こっからでで、こんな遠くまでありますよ。これえぐくないっすか。すご、正面というか横から見るとこんな感じ。防波堤ドーム、これはですね、その名の通り波しぶきがこの内側にかかるのを防止したんですけれども、これ見るとね、ここで防止する意味なさそうに見えるんですが、実はカラフトですね、まあ、サハリンなんですけども今は。つまりですね、そのサハリンの地区がかつてカラフトと呼ばれていた頃、そのカラフトとこの稚内を結ぶ航路がですね、非常に重要だったんですね。で、この港のこっち側すぐそこにですね、鉄道の線路が来ていたりとか主要な道路がありました。そこに水しぶきがかからないようにこれを作ったんです。いや、すごいね。はあ。なんか形がかっこいいですよね。無味無臭な単なる機能だけを優先したひさし状のものではなくて、ほら、柱がちょっとね、アーチを描いてるというか、ちょっと膨らみがあったりしますし、この防波堤の主要構造物もほら、なんか連続可変する雲形定規で描いたような曲線になってますよね。なんとなく古代ローマの建築みたいなかっこよさがありますが、実はこれ設計した人はね、なんとね、26歳の人だったんだって。すごくない？超優秀な人ですよね。その26歳の彼がですね、まあローマのことを考えたのかどうか分かりませんが、少なくとも非常に美的センスのある人だったんだなっていうことが分かります。おしゃれな人だったんでしょうね、多分。ちなみにこれ長さなんとですね、400メートル以上あります。さあ、チェックアウトしまして、今日はですね、ついにようやく日本最北端宗谷岬に向かいます。ちょっと自分の車撮っててもいいですか。来るときはぐぐっと回らないですね、入るときに回るんですね。入ってからなんか回らない。入ってからいいですか。大丈夫ですよ。ほら見て、またクラウン。さっきのとは別だよ。あのね、シルバーとブラックのクラウンがめちゃくちゃ多いんですよ。いや、すごい雪。しかし走りやすい。やっぱり路面ミューが高いね。今までで一番滑ったのはやっぱりルモイだね。なんか親父ギャグ言いたくなっちゃうけど、本当に受験生はルモイは危険かもよ。そしてドラッグストア、なぜか開店前、まだ開店前ですけど、すごい、みんなが待ってる。わかるな。みんなが開店を待って、開店と同時にわらわら入ってきます。確かにね、この辺りでね、朝からやってるところが他に少ないですよね。もう買ってきました。いや、大変あるあるだと思いますが、昨日洗車をしたら雪が降るという。こうやって幹線道路に出ても道は真っ白ですけど、やっぱりね、しっかりグリップしてる。超ミューの高い雪なんで非常に走りやすいです。だから私ニッコニコです。かなり寒そうに思えるんですが、今日のニュースで見たら3月並みの気温で、稚内の気温はマイナス2度。でも確かにマイナス13度とかを経験してきたので、0度とかマイナス1、2度ぐらいだったら確かにあったかいっていうか、まあ、しのげるなって感じです。さあ、日本最北端のマツダ、日本最北端の三菱、日本最北端のミスタータイヤマンに、日本最北端のカローラ、トヨタ店、そして日本最北端の au、 そして日本最北端かどうかはこれは軽はずみに言えないセイコーマート。セイコーマートはまだあるかもしれないね、北の方に。いやー、ちょっと調子こいてたかもしれません、私。あ、日本最北端のセイコーマート2だった。こっちの方が北だな。いや、そしてね、ちょっとごめんなさい、調子こいてたかもしれない。雪の降りが激しい。
2台前のトラックはほとんど見えなくなってきた。やばいな、これが進行すると1台前とか直近10メーター20メーターが見えなくなるホワイトアウトって現象になっちゃうんですよね。それが起きないことを祈ります。結構降りが強い。今日の海はちょっと荒れてますね。やっぱり雪は収まってきたけど道が真っ白になってきた。さすが最北端だぜ。さあ、そして滑り始めた。さあ、道を煽ってるつもりなくて車間距離すごい取ってたのに前の車が道を譲ってくれちゃいました。私が先頭に。嫌だなこれね。この白じゃなく見えるところアスファルトじゃないです。これ氷です。溶けてはいないんでルモイほどは滑りませんが、でもやっぱりねグリップは抜けます。だからコーナーが嫌なんだよな。ステアリング切ってもねアンダーがすごいの。うわわわ、今また外に出た。鹿でした。鹿さん遥か後ろを見てましたね。人生を振り返ってたんでしょうか。あ、鹿生か。さあやってきましただよね、宗谷岬。ここか。あー滑って入れない。マジか、ブレーキが。とあーびっくりした。マジか。いやちょっと今本当にびっくりした。普通にブレーキしたのに。どうしてだ。 ABS も作動しなかったか。気をつけよう。それはともかくですね、ようやく着きました、宗谷岬。これですよ、これ。ほら、マミヤ林蔵先生がいて、その先にあります。どこに止めていいんだ。というわけでついに着きました、宗谷岬です。あそこ。いや、ここにあるのは間宮林蔵さん、つまり日本地図を作ったことで有名な人ですけれども、なんでここにあるのか。実はこの先にあるですね、まあサハリン、まあ、カラフトと呼ばれた島ですけれども、そこが島であることを発見したのは間宮林蔵さんだったんですって。知らなかった。そうして世界地図が塗り替わったそうです。さあ、というわけで改めまして、一生声がけ中のものです。ついにですね、今回の目的であるですね、日本最北端までジムニーで冬の時期にやってくるってことを達成しました。昨日ちょっと疲れたけどスーパー走ってよかった。いい具合で間に合いました。というわけでこちらのですね、日本最北端の記念碑に敬意を表してですね、これをやります。シャキーン、日本最北端の碑のですね、硬さを赤身との応答で確認。本格的に冷凍マグロチェック。固め、氷でした。日本最北端の地、ザ・ノーザンモストポイント・イン・ジャパン。英検3級の私でもなんとなく意味は分かります。さあ、この先に島が、あれがそうなのかな、あれがサハリン・カラフトなのかしら。今日は天気が悪いのでちょっとはっきりとはしませんけれども、いやー寒い、あ、寒いって言っちゃった。いや寒いっす。これで3月並みの気温なの、本当に。マジで。宗谷岬があっちで、ここが駐車場ね。でその反対側にでで神社がありました。いやー、私ね、こう神社に来るとね、神社を応援しながら飲みたくなるんですよね、あれを。そう、ジンジャーエール。いや、分かってますよ、寒いですよ、寒いです、知ってます。すごいですね、宗谷岬神社。この形とカラーリング、サイコガンダムですよね。ティターンズカラーとでも申しましょうか。さあ、次行こう。さあ、朝早いんでご飯屋さんはやってません。でもまあそれは想定内です。ちょっとした遭難に思えますが、そうではありません。さあ、飯にします。飯、あのね、
店やってないのはね、なんとなく想像ついてました。だから私さっき札戸賀でこれを買ったわけです。北海道産小麦 100% うどん、これを食べます。今から車内で湯を沸かしてこれを食ってやろうと思います。いや、しかしいい時代になったものです。車内で簡単に調理ができます。車内が超ぐちゃぐちゃなのは許してください。もう私ね、自分の部屋かが何から全部ぐちゃぐちゃなんです。あと人生も、あ、すいません、ちょっと気が遠くなってしまいました。それはまあいいんですが、これ思ったんですけど、ジムニーのこれテールゲートって横開きですけど、ハッチだったらいいですね。ハッチだったら今こうやって雪の中でもここで作業ができるじゃないですか。これはちょっとなかなか厳しいポイントですね。ここをなんか覆うひさしみたいなの売ってないのかしら。このうどんはですね、これで調理します。そう、ウィンドウォッシャー液、いや死にます。そう、ちなみに私ですね、これ見てください、スコップも用意してきます、来てます。この上でですね、肉を焼いて、これがですね、後のすき焼きになったんですよね。いや、全然じゃなくて、これスタック用に、スタックした時用に持ってきました。余計なことばっか言ってるから全然進みませんね。と、よっこらしょぼ。あと、万一のために三角表示板。これはまあ義務ですからね。積んでなきゃダメなんですけど、買いました。それからね、これも、牽引ロープも買いました。もうね、準備だけいっぱいしました。だって怖いんですもん、雪道。そう、今回のポイントはこれです。ポータブル電源様です。もうこれがあれば電化製品使い放題ですから何だってできるわけです。IH クッカー、IH クッカー対応のフライパンというか小さい鍋。言うてる間に雪がどんどん入ってきますね。これはですね、電気毛布です。電源があるので、まあ万一怖いですけど、まあ夜中にどっかでスタックして一晩こすんなんて時にはこれで温まろうと思ってました。よいしょ。そして麺つゆ、水。よっこらしょ。でね、今気づきました。このシートベルトが邪魔なんです。もっと早くやっときゃよかったですが、これ、ここ。このですね、キーを分解して、ここの穴にですね、刺すと、外れるんです。で、畳め、あ、これもあった。これ、スタックした時用の踏み板です。これも使わないで済めばいいですけど。まあ、それは良しとして、そうすれば、ほら、ここの小回りがスッキリするんです。これもね、自分がレビューしてる時には、これを外せますなんて何回も紹介してるくせに、いざ自分の車になってみたら忘れてたという、そういうもんですね。よいしょっと、ハッチゲート開けて調理しようかと思ったけど、もうダメだ、雪がバンバン舞い込んできて、閉めます。ほら、見えます？これ。これほら、すでに雪が積もってた。よいしょ。いやー、すっごい雪だな。よいしょっと。さあ、作り方は、非常に簡単です。まずは、麺を茹でましょう。そして狭い。よっこらしょ。よっこらしょ。あ、これでだいぶ広くなった。そうか。シートを前に倒せばいいですね。あ、全然違うな。広い。しかし、シエラ乗ってるとね、忘れちゃうんですけど、いつも。この車さ、基本軽自動車なんですよね。軽自動車サイズなのに、で、しかもボンネットも結構長いのに、室内マジ広い。素晴らしい。で、このように適当にどこでもいいんですけど、刺してスイッチオン。頼みますよ。OK ですね。100% あります。で、ですよ。このようにセット。スイッチ、あれ？どうした？スイッチが入んないぞ。主電源忘れてました。これ？あー、びっくりした。OK です。来ました。で、ここに、このさ、IH 系のさ、器具ってものすごいさ、よくできてて、安全装備が完璧なんですよね。こういう風にね、ちゃんと加熱できるものがないと電源が入りません。こうすると多分入るはず。違うんかい。違った。スイッチ入れ忘れてただけだった。あ、今入った。いやー、マジで車内で調理が完結するなんて完璧じゃん。素晴らしいじゃん。だってさ、外はガチ雪で、ほら、この一瞬でこんなに積もってます。ほら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 。ポタ電最高っすね。あと、車内が広い車最高。ミニ、私が持ってるミニクーパーとかさ、キャブクーパー。こんなことできないし、ミニクラブマンも屋根が低すぎてね、作業難しいんですよね。あれ？あれ？切れた。なんで？なんでよ、なんでよ。ほんとたびたび皆さんすいません。初歩的ミスの連続です。これって、出力700ワットなんですよ。だけどこれ、800ワットいけますよね。いけるんですよ。で、とにかく調理を急ぎたかったので、今800にしたんで、電力が足りませんつって止まりました。いやー、こういうとこもしっかりしてますね、安全装備がね。そして、
全く確認とかをしっかりしてませんね。蓋しとこ。本当面白いんだよね。これ正確にさ、今600ワットに設定したら、こっちは562ワットでしょ。で、これをじゃあ1個落とす。400とかにすると、ほら、瞬時に反応する。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、これはとてもありがたいんですよね。実際、ポタ電と IH を導入するまでは、まあやっぱりアウトドアの飯は火が醍醐味でしょうと思ってましたが、この落差に慣れてしまうともう絶対戻れません。私はもうとにかく楽に行きたいんです。はい、十分グツグツしてるんでいいと思います。一回止めます。で、これを麺をサルベージすくい上げましょう。あちちちあちちちあちあちあちわ。そしてタイマー、はい、良さそうですよ。で、これを茹で汁はちょっと脇に置きます。よいしょ。で、さっき分割しておいたこのお湯、これをここに入れて、で、この麺つゆなんです。これお湯と麺つゆ1対1のやつなので、まあ大体目分量ですけど、適当に入れて、このまま薄めて食べるとぬるくなっちゃうんで、これも茹でます。茹でるじゃない、加圧します。違う、加温だ。加温します。味どうかしら。大丈夫そう、大丈夫そう。テーブル、大丈夫そうです。さあ、そしたらあとはですね、電源オフ。このうどんにかけてやれば OK なんですが、これじゃ寂しいですよね。そう、実はですね、てれー、油揚げ、ゲットしてあります。これをですね、このように乗せまして、はい、で、その上からかけてあげましょうと。おお、いいじゃないですか。はい、できました。ジムニー内の日本最北端きつねうどんです。いや、本当お店も含めてね、今この時間にね、きつねうどん食ってる人いませんから、私が日本最北端のきつねうどんをいただきます。あ、うまい。やべえな、山木うめえ。そして油揚げ、うまっ。さあ、そして肝心の北海道のうどん、すいません、マジでめちゃくちゃうまいです。これあまりにもうまいから外で食います。アウトドアです。テラス席ですね、テラス席。いや、これでもマジでうめえよ。うわ、雪が入ってうまい。マジでうまい。しかし、やばい、みるみる体温が下がってきた。戻る。いや、しかしポタ電の車中飯マジでおすすめです。皆さん、ポタ電最近安くなってますから買ってみてください。ビミでした。ごちそうさまでした。これカメが視界不良、雪がついたのかと思ったら、いや、そんなわけはなくて、ワイパーでちゃんと拭いてくれるんで、ほら、こうなっちゃったんです。中に曇りが。こういうことがあるんですね。やばい景色。いやー、雪の峠がだんだん楽しくなってきた。なんとなく未だにジムに滑ってますけど、だんだん挙動がつかめてきました。すごく滑るんだけど、節度を持って速度も抑制して、このようにコーナーでのグリップとか考えてれば、むちゃくちゃな滑り方はしないですね。崖の上には鹿さんがおります。鹿さん、こっち見てますね。すごく、ほら、めちゃめちゃ見てる。